笹本紗友子君。皆さんこんにちは。日本共産党の笹本紗友子でございます。福島市長におかれましてはチェンジ八代を掲げ当選されました。先の議会では公約に沿って川辺川ダム建設反対、荒瀬ダム撤去を明言されました。11月14日八代厚生会館で開催されました川辺川ダム中止、荒瀬ダム撤去を実現する県民集会で、与党の民主党、社民党、野党の日本共産党の国会議員に、荒瀬ダム撤去を求める要望書を手渡し、荒瀬ダム撤去を願う市民の声を届けられ、共感が広がりました。また、政府に対する要請行動の中で、今日の新聞報道となりました。同時にチェンジ八代を掲げられる福島市長におかれましては、前坂田市長の下で生じた問題についても解決する責任があると考えます。こうした立場から以下3点にわたって質問いたします。1項目目、保育所の民営化問題について、10月26日文教福祉委員会に八代市立保育所民営化などについての提言書が八代市立保育所民営化検討委員会より提出されました。提言書は行政改革の一環として公立保育園を民営化する必要があると述べ、公立保育園14園中8園を民営化し、まず宮地桜保育園を平成23年度より民営化するというものです。まず保育に対する行政の責任について、日本の保育制度は児童福祉法のすべての子どもは等しく生活を保障されるという理念に基づき、児童福祉法第24条で市町村の保育実施義務を定め、公的責任を明確にしています。運営や施設などの最低基準を定め、それを維持するための国・自治体の公費負担義務が決められています。1点目、保育に対する行政の責任をどのように認識されておりますか、お伺いいたします。次に、宮地桜保育園の保護者の地域住民の声について、基本計画案の中に、まず平成23年度に宮地桜保育園を民営化するとあります。私は地域の皆さんや保護者の皆さんにお聞きしました。ある障害児のお母さんは、就学前の1年間はなんとか集団生活になじませたいと、受け入れてくれる保育園を探し回り、宮地桜保育園で引き受けてくださって宮地に引っ越し、子どもは今小学1年生です。本当に助かりました。公立保育園だからだと思っております。また12月3日には2200筆の署名を添えて市に要望書が届けられました。この要望書には、宮地桜保育園は半世紀以上地域に親しまれてきた地域の拠点、地域の財産ともいえる施設の一つです。加えて宮地校区には幼稚園もなく、行政と直結した公立の保育園としてなくてはならないものであると考えます。地域にとって大切な幼児教育の一翼を担っている宮地桜保育園をこのまま
公立として存続していただきますよう切にお願い申し上げますとあります。そこで2点目、宮地桜保育園の保護者の声や地域の皆さんの声をどのように受け止めておられますか、お伺いします。2項目目、内陸型工業団地の計画断念問題について、私は内陸型工業団地の必要性はあると考えていますが、吉尾丸地区は一種農地であり、さらに現場では砂利採掘も行われており、候補地としては無理があった。関係者の方からお話を聞きますと、農家の方々にも候補地としては無理ではないかと不安があるにもかかわらず、前坂田市長が強力に推し進めたという経緯があります。しかも農信法が改正され、除外要件が厳格化され、今回の断念はやむを得ない判断だと考えます。しかし世話人代表の方々と地権者の方々に苦痛と不安感を与えてきたことは事実である。その責任は行政側にあると考えます。私の手元には平成21年の11月22日に経済企業委員会に提出された地権者代表世話人会5名の方からの要望書があります。その一部を紹介いたします。市当局におかれましては、当地を再適地とし3年余り経過、この間地権者及び関係を余儀なくされた人々の中には、負債整理のため農地を売却交渉中の方、また予定地内地権者で農業を継続する人のために代替地を提供することを約束された方、離農し転職したり夜逃げされた方も悲惨な事態が発生しています。また集落の内外を問わず、お互いの日常の付き合いや親子親類に至って人間関係をも破壊された人たちの精神的苦痛など計り知れないものがあります。これらの事情は交渉を重ねてきた市当局は当然承知していることであり、口頭のみによるお詫びのみで済まされるものではなく、断じて承服いたすことはできません。起因するすべての責任は市当局にあり、その非は地権者側には一切ありません。しかし私どもも自ら地権者側の相談や交渉の窓口として世話人会を発足させ、市当局の委託を受け、事業の貫通に向け協力をします、努力してきたこともまた事実であります。市当局におかれましては、計画から推進交渉撤退に至る経過を改めて十分総括検証し、責任の所在を明確にすることにより、双方ともに話し合いにより円満な解決ができるよう最善の施策を講じるべきでありますとあります。私は直接世話人の方々とお会いし話を伺いましたけれども、世話人の方々は今後二度とこのようなことが起きないよう、市としても責任ある対応をしていただきたいと願っておられることも分かりました。私はこの要望書の思いを真正面から受け止め、行政が前面に立って世話人の方々の協力を得て解決に当たるべきだと考えます。そこで伺います。1点目、市への要望書に対する市の認識、2点目、市として解決に向けての責任ある対応について市長に答弁求めます。3項目目、 JRA 場外馬券場誘致問題について、11月27日新聞紙上で
JRA 場外馬券場ウィンズ八代2011年春開業へという記事を拝見しました。私は早速 JRA 本社担当課に電話で確認をいたしました。担当者はあくまで想定でございますとの返事でございました。私は行政が場外馬券場を誘致することには疑問を持っていましたので、議員になる1年前に日名子と同じ温泉地で JRA を誘致した山梨県の伊沢町に調査に参りました。そこで驚いたことは、私が17年前に訪れたにぎわいのある町とはあまりにも変わっていたことです。道路横の武道園は消え、駐車場となり、イベント会場になっていた町で一番大きなホテルも駐車場となり、がらんとしていました。議員になって山口県の大織ウィンズにも調査に参りました。伊沢町と小郡のウィンズ誘致の土地はいずれも個人の土地であり、日名子のように市民の財産である埋め立て地を売却するのとは違っていました。また私は青少年の健全育成にも良い環境ではないと確信し、誘致には反対をしてまいりました。また日名子の地元でもこれまで JRA の誘致を望んでこられた方の中にも、公園開設後は一層のこと多目的スポーツ公園として公式試合もできるようにしたら人が集まり宿泊をしていただける、そうすれば旅館も商店も漁民も農家も元気になる、また地元雇用も増える、こう話されました。また農家の方は、ウィンズ八代は同日が開催日、公園を利用する人も同日だとすると、どんなに駐車場が別だと言っても車の渋滞は避けられない、農業にも影響する、このように話されました。そこで伺います。市長におかれましては、最近の市民の声を把握されておりますか。ご答弁ください。以上、壇上での質問は終わりまして、再質問は発言席にて行います。西尾健康福祉部長、はい、議員お尋ねの1項目目、八代市立保育所民営化問題についての1点目、保育に対する行政の責任についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、児童福祉法に国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとあり、また市町村は保護者の労働または疾病、その他政令で定める基準に従い、看護すべき乳児、幼児の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申し込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならないとされています。現在本市には県から設置を許可された認可保育所として公立保育所14箇所、私立保育所44箇所がありまして、保育に要する費用を国、県、市で負担しており、また県の指導監査に市も毎年立ち会うなど行政として大きく関わっております。公立保育所の民営化については、公立保育所の運営費が一般財源化されたことなどにより財政負担が増大しているため、行財政改革の一環として取り組む必要があります。民営化がもう認可保育所として継続していく予定ですが、引き続き行政として関わり責任を果たしてまいります。
次に2点目の宮地さくら保育園の保護者や地域住民の声についてでございますが、八代市立保育所民営化等検討委員会から市長へ提言されました提言書の内容が新聞に掲載されたこともあり、先日保護者の代表から市長へ公立として継続を希望する請願書が提出されました。保護者や地域の方からは、公立保育所を民営化する理由がよくわからない、また宮地さくら保育園を公立保育所として継続してほしいなどの声が届いております。昨年保護者説明会等を開催しておりますが、今回の提言書で民営化の対象園が具体的となったことにより、改めて該当する保育所の保護者へ説明するとともに、合わせて地域の方々へも説明する予定にしております。今後は必要に応じて説明会等を開催し、不安の解消に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上、答弁といたします。笹本紗友子君、ご答弁いただきましたが、今行政改革の一環としてこういうお話がありました。私どもがいただきました提言書にも冒頭にそのことが書いてあります。私はこれは非常に問題だというふうに捉えています。また提言書は民営化の理由の一つに、保護者の勤務形態の多様化などにより保育時間などニーズに応じた保育サービスの提供が求められており、特色ある保育に取り組んでいる私立保育所の活力導入も必要と述べています。宮地さくら保育園の運動方針を見ますと、今申し上げたことはもちろんのこと、障害児保育は保育の原点と位置づけ、積極的に取り組んでおられます。また人生の心の根っこ、土台作りをしっかり取り組んでおられます。地域の高齢者との触れ合いなど、本当に保育のモデルにしてもよい公立保育園の役割を十分果たし、私立にも負けないような宮地さくら保育園です。そこでお伺いしたい再質問の1点目です。宮地さくら保育園が最初の民営化対象園となった理由をお聞かせください。西尾健康福祉部長、議席よりお答えいたします。議員ご存知の通り、今年の4月から5月にかけて公立保育園14園のうち8園を対象に、市内で保育所や幼稚園を経営されている法人への民間移行調査を行いました。その結果、8園すべてに経営を引き受けたいとの提案があったところでございます。その中で最も多く法人からの提案があったのが宮地さくら保育園でございました。八代市立保育所民営化等検討委員会において第一期の具体的な計画を審議された際、民間移行調査で法人からの提案が最も多かったこと、また入所児童数の確保が今後も見込めること、近隣を含めた地域で見たときに複数の公立保育所があることなどの根拠から、初年度は宮地さくら保育園が適切と判断されたものでございます。以上、お答えといたします。はい、笹本紗友子君。はい、その通りです。7つの事業所がうちが受けたいと手を挙げたという報告書が提言書の中にも載っています。宮地さくら保育園が
今も言いましたようにモデルともなるような素晴らしい保育をされている。だから児童の定員も45名ですけれども、それ以上の子どもさんがいらっしゃる。こういう素晴らしい保育園だからこそ、他の事業者の方がうちが受けたいと手を挙げているんだと私は思います。また先ほども壇上で述べましたが、地域住民の皆さんが2200名の署名を添えて公立保育園として残してくださいと要望されているのに、この願いを無視して民営化に踏み切ってよいのでしょうか。再質問の2点目は、地域住民の声を無視して宮地さくら保育園の民営化に保育園を民営化することが望ましいことでしょうか。市長にお伺いします。市長福島和俊君。公立保育園の運営費は平成16年度から一般財源化による影響で市の財政負担が大きくなり、また平成17年度の合併により公立保育園が増えたため負担がさらに大きくなっています。職員数の削減が必要なことなど、行財政改革の一環として公立保育所のスリム化もにも取り組む必要があります。一方、配慮を要する児童への対応など公立保育園の存在意義も認識しておりますので、施設の記載召喚の状況や地域バランスなどを考慮しながら、一部の保育所は公立して継続する予定にしています。以上です。笹本佐恵子君。今市長も答弁の中で明らかにされましたように、平成16年度から国が保育所の運営費など公立保育園の補助金をカットしてきた、一般財源に組み込んできた。皆さんもご記憶にあると思いますが、構造改革、三位一体、こういうことを叫びながら自治体に回すお金を削ってきた。その結果、全国では 65% の自治体が保育に関する財源を少なく削らされている。こういう問題があります。私は国が大きな責任があると私自身も思っています。気になることがあります。提言書の中に民営化による人件費効果の資料が載っておりました。その資料を見ますと、平成21年度保育士4人の正規職員が退職をする。その退職する正規職員の1人の人件費を700万とすると、退職補助に臨時職員4人を充てれば、その臨時職員の1人の人件費を180万円として1年間で2080万円の効果があると試算されております。私は行政がこのようなやり方で官製ワーキングプアを作ってよいのでしょうか。原因は構造改革、三位一体改革による地方財政の圧迫、公立保育所運営費の一般財源化などが公立保育所の廃止、民営化を進め、自治体に責任を転嫁してきた。国の保育行政は
保育行政にあると、私は声を大にして叫びたいと思います。私は現状の社会情勢を考えますと、人生の心の根っこを育てる保育行政にはもっともっと金をかけるべきだと考えます。そこで再質問の3点目、公立保育所運営費の一般財源化を改めるなど、国の保育行政の在り方に対して国へ要望していく考えはありますか。市長にお伺いいたします。市長福島和俊君。国の保育行政の在り方につきましては、厚生労働省が所管します社会保障審議会の少子化対策特別部会で審議されておりますので、近い時期に新たな方向性が示されると思いますが、市町村の財政負担が重いままであれば、機会を捉えて要望していきたいと思います。以上です。笹本佐恵子君。私は今国の方針がさらに悪くなりつつあると感じております。しかし今福島市長が言われましたように、機会を捉えてしっかりと要請をしていきたいということでございます。私はアラセダム撤去問題で早速行動を起こされ、国を動かしておられる福島市長に大きな期待を持ちたいと思っています。小泉竹中構造改革路線を国民はあの衆議院で一票の力でチェンジをしました。今回の宮地桜保育園の民営化は地域住民の声を尊重し再検討されることを強く求めてこの項を終わります。次お願いいたします。市長福島和俊君。内陸型工業団地の計画断念の問題について、市への要望書に対する市の認識につきましては、地権者の代表でもあり、またこれまで工業団地計画推進のために大変お力をいただいた世話人会の方々から要望書をいただいたことは、市長といたしましても重く受け止めております。市としての責任ある対応につきましては、これまで工業団地計画を進めてきました市の責任を痛感しています。地権者の方々に私自ら誠心誠意説明を申し上げ、心からお詫びを申し上げたいと思います。また世話人会の方々のお力添えをいただきながら、今後地権者の方々に対する解決に向け全力を尽くしてまいります。以上です。はい、笹本佐恵子君。はい、今市長答弁をいただきました。答弁では世話人会の方々のお力添えをいただきながらとありましたけれども、これからの対応は世話人代表の方々を通して進めていくということでいいでしょうか。市長福島和俊君。
自責からお答えいたします。今ご指摘のあった通り、進めていきたいと思います。笹本紗友子君。はい、私はたとえ前任者の時に持ち上がった問題であっても、自分が市長になってそのことを前面に受け止めて、地権者代表の皆様方とご一緒に円満な解決に向けて全力を尽くす、これは私は本当に私自身誇りに思える市長の姿勢だと私は思いたいと思っています。私も円満な解決ができるように願っております。次お願いいたします。市長福島和俊君。ご質問の JRA 場外馬券場に関する市民の声の把握についてお答えをいたします。先日野崎議員にもお答えしました通り、先月 JRA に訪問し、早ければ平成23年度春のオープンを目指して12月中に農林水産大臣への設置申請を行うという確認をしてまいりました。 JRA のウイング設置につきましては、さまざまな意見がある中議論を重ね、平成18年10月に日名具全15町内がウィンズ誘致に同意されたことは、私自身も重く受け止めております。またいろいろな意見があるのは知っていますし、その声に耳を傾けなければならないのは当然なことであります。しかし右肩下がりの今の日名具地区の活力を取り戻すために、また本市の経済不況の起爆剤にもなるものと確信をしています。このウィンズ誘致につきましては、長年の懸案事項であったことがやっと実を結ぶことが目に見えてきております。この事業に意欲を持って取り組みたいと思います。以上です。はい、笹本紗友子君。はい、私は先だって12月6日日名具の金波堂において、高専の学生さんが3年間の体験学習積み重ねてこられたこと発表されておりました。その場に参加させていただきました。市長も参加され、ご挨拶をされました。市長も参加されましたので、その場の雰囲気、そして皆さん方の発言、受け止められたと思います。一人として場外馬券場を生かして町を元気にしよう、こういう言葉は聞かれませんでした。中学校の PTA の会長さんが小さな声で、場外馬券場もできます、このようにおっしゃっておりました。非常に印象的でした。私は8月に行われました JRA 日本中央競馬会が地元説明会に使用された資料によりますと、雇用の創出の項では、発売窓口は発売の窓口も自動化され、
勝手のような雇用規模は見込みませんが、間接雇用も含め約40ないし50人の雇用の創出につながりますとあります。しかしこれは場外発売日、場外券の発売日だけです。同日だけです。私も先ほどご紹介しましたように、小郡ウィンズを調査した際に分かったことですけれども、地元雇用ということではありません。学生アルバイト、そして福岡県からの派遣労働者でした。また八代市の道路整備の工では、八代市によって交差点及び道路の整備事業が行われます。これにより交通渋滞は未然に防止されるものと思われますと書かれておりまして、八代市民の税金を使い、渋滞の責任は市にあると言っているようなものです。皆さん、ウィンズ八代誘致問題は起きた市政時代からのさまざまな疑念や疑惑が持たれてきた問題であり、前坂田市政においては地域で住民投票まで行い、反対の意思を JRA 本社まで届けていたにもかかわらず、坂田市長が積極的に強引に同意を取り付け推し進めたという経緯もあります。また私は先ほど壇上でご紹介しましたが、あの公園をスポーツ公園にして公式試合ができるようにしたら、それに集まった人たちが旅館を利用する、またお店を利用する、こういうことで町が元気になるんじゃないかということをご紹介いたしましたけれども、私の手元に11月の23日熊日新聞ですが、みんなのスポーツという欄がございます。1ページ取ってあります。そこには10月県内で取り行われましたスポーツ関係の公式試合の様子が書かれています。それによりますと131の試合があった中で、グランドゴルフが79、またゲートボールは12、パークゴルフは13、合わせますと131の中の104がゲートボール、グランドゴルフでございます。私は日名川温泉もありますから、高齢者の皆様方がスポーツを楽しんだ後旅館に泊まって汗を流す、こういうことはいかがなものか。今日名子地元の皆さんもそのことを期待するようになっておられると思っています。市長は良いものは良い、悪いものは悪いと言っておられますことからも、市長自ら地元日名子の皆さんの声や市民の声をもう一度よく聞いて再考されることを強く求めておきたいと思います。12月の質問はこれをもちまして終わらせていただきます。ありがとうございました。